ではこのまま巻いていきます。特にロングの場合は、まあ、ブロッキングとかあまりしないんですけど、このまま巻いていきます。で、規則正しくブロッキングとか取って巻くと、なんかこう規則正しいカールしか出ないイメージがあるので、このまま僕は表面からいきます。まあ、2回転半ぐらいですね。で、螺旋で必ず僕は入れます。平巻きで入れないで、もう下からこう徐々にこう螺旋ですね、螺旋状に入る感じで必ずパーマを巻きます。平巻きで巻くことがほとんどなくて、本当にショートの短い方とか、まあ、トップを巻くぐらいで、あとは全部こうやって巻きます。で、一番下だけは、まあ、大体ロッドを下げることが多いですね。1個下げるぐらい。なんか一番下って肩よりが前に出した時にかかってないとこすごいだらけた感じに見えちゃうので、一番下はそこそこ出てていいと思うので1個下げます。こんな感じですね。で、逆です。だいたい後ろ5本か6本ですね、片側6本か5本で巻くことが多いです。また一番下黄色でいきます。そしたらこのままトップですね、トップ前髪部分は残してここ1本巻きます。考え方としては結構トップはちょっと曲がればいいっていうぐらいですかね。あまりこうカールが欲しいっていうよりかは、まあ、軽く馴染む程度曲がるぐらいな感じで大きめで巻くことが多いです。サイドいきます。サイド今日前髪の延長でちょっと流すので、まあ、上下2段に割って、ちょっとこの上の部分だけこう逆巻きで流す感じで入れます。で、下は逆に今度下ろし気味ですね、下ろした感じでリバース斜めに。こっち側の逆巻きじゃなくて内巻きを外に流すみたいな巻き方のリバースでいきます。まあ、上と下でちょっとこう巻き方を変えます。ここだけちょっとこうブラシを入れるんですけど、まあ、その時に、まあ、ブラシを入れることを考えて同じ感じで巻きます。逆巻きですね、逆巻きで流す。で、下は内巻きですね、内巻きを引く感じで巻きます。